今回検証いたしますのは、ペーパードリップでもコーヒーの油をどうにか出せないかと、私考えました。もう、この、やかんをね、やかん、ポットをね、この水の圧でね、もう紙からもう油を突き破るぐらいの高さで入れてしまえば、これ油出てしまうんではないかと、可能な限り、腕が上がる限り、高いところから入れてみましょう。これまずヒットさせるところがまず第一の難関ですから、ここから真上に上げていけばこれ、理論的には当たりますから、こう、ここで、当たんない。違う、全然。入った。すごい。約ね、20秒から30秒ぐらい、こちら蒸らします、まずは。ああ、入った。このね、水の圧で、一杯分ね、なんとか取り終えました。なるほど。ダメですね。油、どころの話じゃないですね、まず。苦味とえぐみがすごいですね。やはりね、高さがね、ちょっと足りなかったのではないかと、反省しております。もう、さっきのこれ、約倍ぐらいの高さですね。もうこの水圧ったらもうないですよ。じゃ早速ちょっと入れていきます。当たっている。すごい。蒸らすよ。当たっている。この圧で。すごい圧だ。すごい。溢れてる。こちらね。なんとか入れ終わりました。念のため、入れ終わった後、こういう状況になってますね。やはりちょっと、なんか出てる、ますね。やっぱ苦味、えぐみ、さっき強かったんですけども、その油によってちょっと緩和されてるのかなという、ペーパードリップでは出ない、ちょっと、とろっとした感じも、若干感じます。出てるな。それでは、行ってきます。こんなね、入れ方をしたことはないですよ、僕は。ここから、この圧で、もうオイルを全部出しますから、で、いきます。当たってる。これ蒸らす。思った以上のね、体力をね、使いますから、抽出の方に入ります。これでね、美味しいコーヒーが、ペーパードリップでも。はいはい、当たった当たった
慣れてきたよ。もう当たってるよ。すごい。綺麗。溢れてる、溢れてる。いい、いい、いい。これ降りる、降りる、降りる。やばい、降りる。出ちゃう、出ちゃう。こちら無事に、一杯分取れました。本当にネルドリップや、フレンチプレスで入れたような、いや、完全にオイル出てます、これ、本当に。ペーパーでこのまったり感はありえないな。これやっちゃいましたね。これ特許申請だな。一応念のためですけども、入れた後、このような状態になっております。非常に後片付けの方が、大変になってきますのでね。そこだけ注意していただければ、ペーパードリップでも、美味しいコーヒーが飲めると。